最近尖閣諸島周辺では中国抗戦が100日以上連続で確認されており尖閣諸島の情勢に緊張が走っている1つ目はアメリカは再び鉄則を破り日本に協力し尖閣諸島に対する中共の嫌がらせを監視すると明言した在日米軍司令官は7月29日 沖縄県の尖閣諸島を含む東シナ海の主権紛争が日中間で起きていることについて日本政府の問題の立場を100%支持すると記者会見で語ったまた日本の経済水域に中国船が危険を冒して侵入していると指摘しアメリカ軍は警戒監視や情報収集を強化し365日中断しないと強調し日本側を支持するとした かつてアメリカには主権問題には介入しないたとえ同盟国であっても主権問題に関する衝突の場合は指示を示さないという外交上の鉄則があった尖閣諸島は日中間の領土主権という敏感な問題に絡んでいる 2010年日中は以前尖閣諸島で船舶衝突事件の発生後事態がエスカレートしないように在日米軍は尖閣諸島は日米安保条約の適用範囲内であるとしたが具体的な軍事行動には言及しなかった今回アメリカ軍は日本政府の立場を100%支持するとし日本に協力することは実に珍しく南シナ海問題発生後 アメリカが再び中立の外交鉄則を破ったことになる二つ目は自衛隊の軍事力を防衛から攻撃へと急速に変化させたアメリカ国務省は7月9日 F35 ステルス戦闘機105機の日本への売却を承認したほか日本をアジア太平洋地域における F35 戦闘機の整備拠点と位置づけた同時に日本自衛隊が一斉 日向、出雲、加賀などの護衛艦を F35B の発着艦にすることを許可した現在、出雲型護衛艦の改造はほとんど完了している遠くない未来にアジア太平洋地域には突然4隻の空母が増え中京の海軍を比較するとより受け身になる3つ目アメリカは日本自衛隊の主力戦闘機 F15J のアップグレート回収を行う アップグレード後、レーダー監視範囲と目標数が大幅に増え、AIM120 空対空ミサイルの搭載数が12発から18発に増え、さらに AGM158 空対地精密攻撃ミサイルを搭載することが可能で、超強力な空中暗殺者となる。アメリカからの合図に日本は迅速に合わせている。 与党・自民党の国防部会と安全保障調査会は31日政府に対して敵基地攻撃能力の保有を求める提言案を了承したつまり日本国内に単中距離ミサイル配備を提案するのだ今週中にも党内手続きを経て決定し安倍晋三首相に提出される7月21日にイギリスで開催された 中国研究グループのオンライン勉強会で日本の河野太郎防衛相が5ブアイズの同盟に参加する意向を表明した現在英語圏情報協定5ブアイズは軍事外交の情報協力から戦略的経済協力にまで拡大し特にレアアースなどの希少鉱物や医薬品などの情報も協力範囲に通過することを予定しており中共をターゲットにしていることが明らかになっている 3つ目の動きとして、アメリカが安倍晋三首相周辺の新中共人士を指摘したことである。 アメリカシンクタンク戦略国際問題研究所が7月末に発表した調査報告によると2年以上にわたる情報収集と分析に基づき自由民主党の二階俊博幹事長今井隆也首相補佐官らが日本政府に新中共政策を採用するよう影響を与えていることを明らかにした。 また例として日本政府が一帯一路に参加したのはこの者たちの影響の結果であると挙げたアメリカがとった3つの大きな動きは中京を直撃した日中両政府は31日外務省局長によるテレビ会議を開き尖閣諸島を含む東シナ海情勢の緊張緩和に向けた政府間対話の重要性を確認した 日本の「ファイブ・アイズ」への加盟に不安が募り7月30日中京の東メディア環球時報は記事を発表し「ファイブ・アイズ」を日本が受け入れる場合中日両国間に新たな根深い憎しみを生むことになると指摘した中京の門前で日本が中京を封じ込める最初の力になることができればまた2番目さらに多くを封じ込める力が現れるだろう